影許可いただいています。昨日も撮影していただいているのがあの辺りですね。で、まあ、あの辺りに、先生も返してきたパーツで見せ口を言ってたんですけど、すぐ上が段がありますので、この辺りの方がいいかもしれないですね。まあ、先ほど撮影していたところがあちらの地点なんですけども、まあ、河川の底の、まあ、木など、だいぶまあ伐採しなければならないという形ですね。斜面が急斜面ですね。基本的に段々になっていそうですね。昨日の夕方からまとまった雨が降ってますので、これで、まあ、雨の日の、雨量が大体まあ分かるんじゃないかなと思います。あちらの方は放任流なんですけども、こちらの方が昨日撮影していた河川の滝になってたところの、合流河川だと思われます。で、向こうの方ですね、もしかしたらちょっと今から下山して橋渡って右手の方に行かなかったら河川沿い歩けないかもしれないですね。ちょっと地図見て確認します。地図を確認したんですけども、まあ、あちらの歩道から渡ってあちらの方から河川沿い上流の方へ歩いていけるみたいですね。まあ、あちらは河川の底ですので、そこまで、結構深くなってますので、先ほどの位置に水門を設置してから合流する河川のある程度の上流のところと、あと、まあ、あの辺りぐらいまで、水が来るんじゃないかなと思います。で、だいぶ音が鳴ってますので、またこの辺りで落差がある地点があるのかもしれないですね。音だいぶしますね。多分だいぶ落差あるんじゃないですかね。だからちょっと水が邪魔で全く見えないですね。次、あの辺りの位置に水が流れてますので、だいぶ多分この辺りで落差があるんだと思います。ということは、この辺りに、まあ、ダムを作る。まあ、地下水ストレートの距離が取りたいので、あっちはもうちょっと奥の方のところに石井ダムのようなダムを設置するっていうのが、いいんじゃないかなと思います。だからあちらのマンションのところぐらいですね。手前の方のところにか奥の方のところですね。それでだいぶ高さが出せますので、やっぱり流木とかがありますね。どのあたりでそのストレートに、まあ取れるかというところになりますので、まああのあたりから、そちらのカーブのところまで、で、まあ、地下水流ストレートトンネル発電で、まあ、先ほどの下流のところの満水にした時の、水の位置に合わせて、地下水流ストレートトンネルを、傾斜つけて、流すと、まあ、そういうふうな形になってくると思います。まあ、雨の日でも水の量が先ほどの量でしたので、そんなにむちゃくちゃ多いわけではないですね。まあ、20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートル、あと、まあ、5メートル ×5 メートル設置できなかったら、もう、ある程度の高さまでにしておいて、それ以上水が上の方を通り過ぎていくようだったら、自動で上を通り過ぎていってくださいと、そういうような内容の
ダムでいいと思います。まあ先ほどの位置に水を貯水しておけば多分まあこの辺りの高さ、この辺りの高さまで水来ると思います。あとはつい高低差あるのがあちらですよね。まあ、この辺りのある程度の位置まで水が来ると思います。でそこの上のところまでは水は来ないと思います。ですね、まあこの辺りで、もう少し奥の方のところで、ダム化ですね。まあ地下水流ストレートトンネルの距離が取りたいので、まあもうちょっと上の方のところで、ちょっとまあこちらからだったら見えづらいか、まあここから下に降りていけるかもしれないですね。基本的に河川はそこを降りていけるようになってますので、まあ先ほどの場所から100メートルぐらいですけど、まああちらの建物なんとなく廃屋っぽいですよね。で橋がある、あの辺りでストレートに、まあ、設置できるようなところに、まあ、石井ダムの小型版のダムを作ると、まあ、そういうような形でいいんじゃないかなと思います。この辺りですね。まあまあちょっと待ってください、ね、段が落差がすぐにあるみたいなので、あちらとそちらですね、もうすぐそこがこうなってますので、まあこちらの方で河川水門の横幅いっぱいまで来るところぐらいまで、まあダムを設置して、雨の日でもこれぐらいの水の量ですから、普通の雨の日、大雨の時でもそんなにものすごく変わることはないと思います。まあ河川の底の整備とかもあるんでしょうけども、まあ石がゴロゴロ落ちますんで、それで、そこの横にまあ、石井ダムの小型バージョンのものを作ると。で、20センチ ×20 センチ、1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートル。で、基本的に多分、そこに作ってしまえば、まあ、川幅のあるところ、あと5メートル ×5 メートルも一応用意しとくだけ用意しといた方がいいかもしれないですね。川幅のこのあるところで、奥の方、向こうはちょっと川幅狭そうなんで、この手前の方ですね、ここなら川幅ありますんで、で、まあ、地下水流ストレートトンネル発電はこういう風に設置すると。で、段になってるところの下は、水車の方がいいかもしれないですね。ちょっと、作ってみなければわからないですけども。まあ、あちらが先ほど撮影してた橋なんですけども、あんまり、段差は見受けられないですね。なだらかに続いてますので、水の貯水はかなりできそうですね。で、先ほどあちらの上の方に集合住宅のような建物が見えたんですけども、あれ大丈夫なんですかね、高さ。ダムからの水の汲み上げとかしないかどうか。この地点まで来ても水
だいぶなだらかですね。人間のこの上がってる道路の方がこう高くなっていってるだけで、高さが出てるだけで、先ほどの位置から満水にしてあの奥の方のところよりももっと先まで、水貯水できそうですね。だから先ほどのポイントは絶対に、その形で、石井ダムの小型版で、その作る時なんですけども、20cm×20cm のところでシャフトがあるから高さは10センチいるんですけども、訂正、高さは20センチいるんですけども、横幅8センチぐらいか9センチ、それぐらいですね。で、その先に地下水流ストレートトンネル発電を設置するという形で、内部に、ダムの内部のところに回転扉は設置しません。それすると、メンテナンスするときが無理がありますんで、で、向こうに向かって、水が出ていきますので、その排水溝のところの上と、両サイドを少し、斜めにしておくと。で、そこから先が先ほどの20センチ縦の長さ。で、横幅が8センチというような形。1メートル ×1 メートルのところは高さ1メートルで、横幅は47センチ、もしくは45センチ。これね、シャフトをどれぐらいの太さにするかによって決まってくるんで、別に47の方でもいいと思います。そこから先の出口の道はそれから先に作るので、そこに何せ、横はある程度、ちょっと数センチでも広がっていれば、それだけ水圧がかかりやすくなるはずですんで、それはそれでいいと思います。あとは河川の底の木、一切合切、伐採ですね。だからその辺のところも鎌田発電で、この近隣の、小中高台、どこか近くのところで鎌田発電という形になります。あそこ、だいぶ、こういう風な状況ですんで、高さがね、まだもっと向こうまで水が溜まると思いますね。もうすぐしたら、五助ダムというところかもしれないですね。あちらの橋渡ったところ。なんか五助ダムの、下のところまで水が貯水されてくるかもしれませんね。天神吉川と書かれています。こちらですね。だからこの辺り、その奥とかも段々になってますので、その辺りまたちょっと撮影してみなきゃ分かりませんけども、そこから上のところは水車の方がいいかもしれないですね。で、水の水位は多分そこの先ほどの地点のところから、そこの下のところぐらいまで来るかどうかっていうところだと思いますんで、そこの下も水満水に溜めるからの判断ですけども、水車を設置するような形になるかもしれません。水の量があれだけありますからね。水車でしっかりとギア比つけてあげて、安定してずっと同じ力が加わりますんで、ギア比かなりずっと上げていけると思いますので、なかなかバカにできない発電量になると思いますよ。多分堤防のところが五助ダムなんじゃないですかね。ちょっともうちょっと上まで歩いてみますね。先ほどの落差のあったところのその上の段だと思うんですけども、あれもあの滝も真ん中にできるだけ水を集めるような形にして、水車下の方で、しっかりと水を受け止めるような形にできたら、かなり発電できるんじゃないですか。だから横幅、高さがね、30センチぐらいの V 字型にしてもらって、中央の方の横幅が2メートルから3メートルぐらいで十分かと思います。1メートルでもいいかもしれないですね。高さが30センチあったら1メートルに集めたら、
横幅が、あと高さが、それで水が流れてきますんで、多分それぐらいの水の量だと思いますね、普通の雨の日で。あとはちょっとこちら、廃屋があるという形ですね。住吉台31、まあ、不思議なことに今回のあの簡易裁判所に提出している時も、会社の時もテレビ朝日さんのものを購入した時、まあ、あの地裁には提出してるんですけども移送ができなくて、簡易裁判所でもう一度提出しなければならないということでしたので、もう一度購入したんですけども、その時受付番号もミスタータイガースの掛布さんの31番の番号札自然と出てきましたね。まあ、精神病院 の、 あの2ヶ月と20何日に関して9回入院させられている、まあ、野球の何と関係しているのかどうか、ただ20歳ぐらいの頃に1日か2日か3日だけ入院させられたことがあったんですよ。脳がしびれるような形で、でそれがあの多分パラリンピックの脳性麻痺の方との頭の中どうこうという、そういう形でそういう風になったんだと思うんですけど、ここまだ五助ダムじゃなかったみたいなので、先ほど の、 あの滝のように落ちてるところの、まあ50メートルぐらい先のところで、まあ、ダム化ですね。まあ、50メートルにするのか、まあ、これ貯水量云々のところがありますんでね、両サイドの高さ云々がありますんで、あ、この辺に何かこう薪が、まあ、乾かしたら十二分にっていうところなんですけどね。あ、まだそこで落差があるのかな、どうなのかな。あ、そこですね、そこで落差がありますね。だからその落差のあるところの下のところ部分のところぐらいに、まあ、この横ぐらいに、この高さまで1ダムの小型バージョンを作ってですね、で向こうに向かって地下水流ストレートトンネル発電を敷くと。でその地下水流ストレートトンネル発電、2センチ×2センチと1メートル×1メートルと3メートル×3メートル、まあ多分普通の通常の雨だと1メートル×1メートルと20センチ×20センチを併用していて、その先のところの、段差のあるところを V 字型にしておいて、そこの中央に水が集まるような形にしておいて、まあ、下が水車であると、まあ、そういう風な形ですね。まあ、3メートル×3メートルはなかなか使用しなさそうですね。あちらの方から水流れてますね。見えますかね。で、本流はこちらの方だと思うんですよ。先ほどの高さでダムを作って、多分水位、あの辺りがちょっと水浸かると思うんです。で、あの辺りの石をあの利用して、まあ、そこにダム、石井ダムの小型バージョンを作ると。まあ、そういう風な形でいいと思います。で、ここまで来るとかなり上流なので、その水を一時的にこう溜め込んだりするような形で、まあ、石井があの辺りから必要な時は、何か重機を見ますか、まあ通行できるようにしたりとかでいいんじゃないかなと思います。で、あとはそこ多分あの石運んでくところだと思うんですけど、そこの橋ももうかなり古くなってますね。だから落下する危険性があるから、石重たいですから運んでくるのに、だからそこはもう水没しといて、もう少し先のところに新しく橋かけた方がいいかもしれないですね。もう水没させたままにしておいて、ちょっとそこはひび入ってるんで、危ないですね、あの橋が。
ただし、まあ、あの道作るとしてどのあたりなのか、重機がなっていて向こうからは降りれないから、向こうから多分降りてるんですよね。で、まあそこに多分廃屋みたいなものがありますけども、多分あちらも人住んでらっしゃらないと思うので、解体整という作業になるかと思います。それか先ほどのところの橋を残すんであれば、そこの廃屋とかが通過した。ここも大きな木がありますね。まあ、この辺りをダム化するかですね。廃屋よりもちょっと奥の方のところに、しておいて、で、まあ、地下水流ストレートトンネル発電という形になるかと思います。まあ、河川の底の木とかは、まあ、とにかくいらないと、まあ、こういうふうな形になると思います。ちょっと段差があるのかどうかとか、木が多すぎてちょっとわからないですね。ちょっと歩くのも傘がいろんなあの木とかに当たって、ああこちらの方も何か廃屋はありますね。と、まあこの辺りがもう行き止まりか、ああこちらの方、左から上がっていた五助ダムの方みたいですけども、ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれ上がっていけるのかな、雨の日は雨のそうな気がしますね。もうちょっとあの辺りのところまでにしておきますね。もうここまで登ってきたら多分五助ダムまであんまり距離ないと思います。ちょっと下山します。他の河川の撮影も行きたいですので、この間あの急な下り坂のところでこけて手などを怪我したところですので、ちょっとまあこれぐらいにしておきます。一旦下山します。合流した河川のところまで戻ってきました。こちらの方の河川ちょっと上の方まで行ってみたいと思います。まあだいぶ上がってきたんですが、こちらにもまあ砂防ダムがあります。で、まあこちらも、まあ、あちらは何なんでしょうね、変電所か何かですかね。まあ向こうは耕作放棄地だと思いますので、まあいいとしてですね、河川の底はまあこれぐらいですので、ちょっと待ってくださいね。あの周りの様子がどうなのか、まあ河川の底をコンクリート化しなきゃならないという部分もあるんですけども、まあ、あちらに何かあるのがよくわからないところなんですが、次の、まあ小さな石ダムみたいなものを設置するのが、あちらも何かありますんで、あの向こうの奥ですね、あちら、動物霊園と書かれてますね。あちらがまあ水没しないように、あちらの、あの奥のところに次の、ミニ石ダムを設置すると。まあけど高さ多分、まあもうちょっと奥になってくると15メートルぐらいあるかもしれないですね。まあ20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルと、あとはまあ3メートル ×3 メートルでもう十分だと思いますね。あとはまあ河川の底を、あの上流もそうなんですけど、下流の方もコンクリート化ですね。多分水がだいぶ抜けてるんだと思います。そちら、バス停なんですけども、こちらの建物もし廃屋でしたらメタンガス抽出場に変えてしまったらいいと思います。近くにある程度住居ありますので、集合住宅など。赤塚橋というところに来ています。
あちら行くと渦森台の方だと思うんですけども、ちょっとあの河川の底そこそこ上がってきたんですけども、どういう風な状況なのか、木がたくさんあってやっぱりちょっと分かりづらいですね。高さはだいたいこれぐらいなんですけども、結構落差があるんで、先ほどの石垣でミニ石ダムを作ったところからそのあたりまでまだ水位来てる可能性があるので、まだもうちょっと上流の方まで登ってみます。バス停を見てるんですけども、あちらの方が渦森台じゃなくてこちらの方が渦森台のようですね。でそちらを右手に曲がったら、また違うところなのかもしれません。標識がね一応出てはいるんですよ。まあ、先ほど今日バス乗ったんですけど、最初に渦森台の方へ行った方が良かったかなとも後から思ったんですけども、先ほどあちらの方の河川、合流する河川のその上流のところのあの石垣の山を見たら、多分先にあちらを撮影した方がやっぱり正解だったんだと思います。あれだけ大きな石がたくさんあったら、そのミニ石ダムがいくつか作りやすいと、あとは河川に落ちる石とかをうまく利用してと、あとは、まあ、余ってる土砂とか余計にあのへこんでるところとかありますので、河川でそこのところに土を入れて、で、コンクリート化などですね、そのように対応してしっかりと河川の底から水が抜けていかないように、そこからあの地震が発生してるという可能性が非常に高いですんで、震度1、2、3、4阪神淡路大震災は港川の河川の底から水が抜けていて、震源地は垂水区の南の明石海峡のところになってましたけども、あれ違うんですよ、後からニュース覆ってます、私からの証言で。港川の河川の底がコンクリート化されているところがゴボッと私の小学生時代の頃から抜けていて、それが1980年代なんです。で、そちらから町中に何十年とかけて水が浸透していて空洞化が広がっていたと。で、一斉崩落によって、地震が発生していると。世界中資源の採掘での一斉崩落だけじゃなくて、河川の底から水がこう浸透していって、その地中の中で、空洞化が広がっていると。そこからによる、一斉崩落、それが地下、15キロだとか、まだこれが火山地帯とかでしたら、一回マグマとか噴出したりすると、その後熱膨張によって基本的に噴出しているのであって、噴出した後中が空洞化するんですよ。でそれはそれで一斉崩落が起きていると、こういった部分があるので、ちょっとそこを民家越えてきたところなんですけども、次ミニ石ダムを作るとしたらこの辺りがいいと思います。さすがにこの辺りのところまでは水位来てないんじゃないかなとは思うんですけども、ちょっと河川の底はね、そこぐらいの位置に作ればある程度ストレートに地下水流ストレートトンネル発電が設置できると思いますんで、まあ20メートルなり、あとはまあ貯水量がどれぐらいあるか、まあ河川の底がしっかり分かったら、どっかでまた砂防ダムとかがあったら設置位置がだいぶ変わってきますんで、まあその辺のところ確認したいんですけど、ちょっとあの辺りまで行ったら河川見えるかもしれないですね。ちょっと行ってみます。まあ、先ほどのところから水貯水する位置は、まあ、あちらのところぐらいまでだと思います。ちょっと待ってください、ピント合わせますんで、まあ、そのあたりの近辺まで で、こちらはもっと真ん中に水を寄せておいて、多分もう排水溝のところ真ん中に V 字型で、両幅10センチぐらいのところで下に水車をつけると、それでいいと思います。
で、あとはこの上にまたあの先の方に河川水門回式ダム発電を設置すると、まあ、こういうような形になると思うんですけど、ちょっとねこれ登っていくのどうしようかなというところですね。まあ、一応ちょっと行ってみますね。先ほどの向こうの河川で見えてた建物があれですね、あんなに高い位置になぜあるんだろうという、もしかしたら五助ダム関係のものかもしれないですね。ちょっとまあ上の方まで来たんですけど、河川がどうなってるかもう全くわからないですね。まあこの辺霊園で、まああちらからまだ上に上がっていく道とかあるんですけど、多分河川わからないと思います。で、基本的に多くの方にお伝えしておきますけども、火葬場で、遺体を火葬した後は骨を砕いて山か海に散骨です。お墓の下に骨はありません。納骨堂に関しては裁判所の判決はもう何十年も前から出てます。オーナーが、骨代金もらって納めさせられた人たちに全額返金しなさいと、こういうような判決が出ています。霊感商法もともと禁止なんですよ。だから日本中のお寺が次々、閉鎖されていってるのはそういうためで、もう火葬場に送るときにお経を唱えてもらうだけでいいと思います。あとはまあ戒名とかもあれ本当は霊感商法ですからね、アウトですよ。まあこちらのお墓とか多分もう管理者の方がいらっしゃらない、管理者というか管理者は社務所、国の行政が行ってるんでしょうけども、あんまり古いお墓ってもそのご親族の人も家系子孫が残ってらっしゃる方たちでもそんなところにあるって知らなかったっていうような形に、まあ、大体のところはなりますね。ですのでまあ、ああいったものを、行政の方で引き取るような形で、でダムを作る時の、まあ、材料にしたらいいと思いますよ。でこういうような人たちも本当の話を教えてあげて、そんな墓の下に骨などないと。で、今日もずっと車が何台もこの山の上まで、登ってこられてるんですよね。で、ガソリンが非常に無駄遣いになってしまってますので、もうお墓建てるっていうその習慣っていうものを本当になくさなきゃならない。で、裁判所の判決を持って、もしかしたらもうすでにあるかもしれませんけども、お墓も霊感商法だからダメだっていう。で、まあ、そのお墓を利用して、ダム作ったらいいんじゃないかなと思います。行政の方で ある程度の値段で買い取ってあげて、ある程度ですよ、そんなに高い値段とか無理なものは無理なって。まあちょっと一応上上がってみますね。まあまだこの霊園奥の方があったり下降りていくところあるんですけども、この霧ですからちょっとね行っても河川の状態とか先ほどの砂防ダムの上流のところどうなってるのか多分わからないと思いますんで、まあ木とかがあってちょっともう引き返します。現在下山してるんですけども、東灘区、住吉山手3丁目7、まあ廃屋かもしれませんね。あとまあ窯の発電用の木材ですね。住吉川の先ほど の上流のところから一番近い学校で、係員をつけたりだとかで、窯の発電を行えば、良いかなと思います。あとまあ河川の底に両サイドにも木がたくさんありますので、その他の、小中学校の、係員をつけて窯の発電、あとは燃えるゴミなんですね、半年間、あと冬場の出てくる燃えるゴミ、まあ、それらで、という形ですね。まああちらの建物も廃屋ですよね。あとその奥もそうかもしれないですね。中央に映っているところが住吉山手3丁目6路です。だいぶちょっと下山しなかったら住吉川を渡るところまで、到着しませんので、まあだいぶ下山しようとしているところです。まあ
今日、まあ、普通の雨の日ぐらいなんですけども、先ほどの廃屋の横の溝ですね、水がそんなに流れてますので、まあ、ちょっと、設置したりとかして、水車を設置したりだとか、まあ、落差がありますので。まあ、小水力発電でもいいでしょうし、この辺り傾斜がかなりありますからね。ああ、水車常に設置されてますね。すごいですね。水車設置したらいいのになとこうついつい思ってしまいましたね。あれぐらいの水の量でも回るということですかね。下の方、下の方も水ちゃんと設置してます。当たってますね。まあ、同じような形でまだ何台か水車設置できそうですね。ちょっと住吉川を渡ろうと思ってますので、左の方に、道、曲がってきたりしてるんですけど、先ほどの水車のところの出口ですね、まあ、向こうの方にあると思うんですけども、あちらの方は地下を通ってるんでしたら、まあ、簡単に開けれるんでしたら、回転扉とかを設置したりするのも手ですね。まあ、傾斜のかなり、強いところだけでも、設置したりですね。今、まあ、あちらの方の河川に向かって、移動してるんですが、まあ、河川のそこに流木が落ちていて、まあまあ、溝のような河川ですけども、まあ、あちらの方の河川に合流してるとは思うんですが、まあ、こちらの方も河川水門開閉型とかを設置してみるのも、まあ、一つ手かもしれないですね。あちらのまあカーブのところの橋になっているところに門を設置して、でまあ水を貯水したらその辺りまで来るんじゃないかなと思います。でそちらから斜めに地下水流ストレートトンネル発電、20cm×20cm だけでいいと思いますね。でまあ雨の日でもこの水の量ですからね、もしまあ何かあったら門を開ければいいだけですから、1メートルかける1メートルはちょっと設置しづらいですよね。河川というかこの溝の幅を考えますと、まあこちらにあとはストレートで、まあ作ると、まあ、右端からまあ真っすぐに、あの辺りのところまで。次の橋の地点に来てるんですけども、まあ、先ほどのところがまあこういうふうな形状になってますね。でここに作ってもほぼなだらかなので、このここよりもっと下流のところに次の水門を設置と。でこちらが多分大学、こちらがまあ多分大学だと思うんですけども、まあこちらの坂登っていったところが天満宮、まあちょっと難しい感じの神社ですね。でまあすぐそこは山なんで、蒲田発電でいいと思います。山のところまでちょっと登っていったら薪がたくさん多分手に入ると思いますので、次
にあの注文設置するところはあちらの信号のところぐらいでいいんじゃないかなと思います。江南大学18号館ですね。先ほどのあの撮影してきた信号があちらなんですけど、まああの辺りまで行ってみようと思います。まあなだらかにこう流れてきていて、こちらの河川に、合流していると。でまあこの辺りでだいぶ落差がありますので、まああのこの中にもう一つ落差があると思うんですよ、この橋の下に。まあそこに水車を設置するかどうかですね。であとまあこういう風な河川があってこちらと合流していると。でまあこうなってくると、まあこちらの河川を撮影しに来たんですけども、ちょっと待ってくださいね。水門を こちらに、設置するということであれば、まあ、水車はいらないという形になりますよね。で、まあ、地下というストレートトンネル発電という形ですよね。では、まず一旦上流の方まで先に、行ってみたいと思います。まあ、あちら、ちょっと待ってくださいね。ピンターが来ますんで。まあ次の門を設置するところが、まあこの辺りかそちらの橋のところで、まあ傾斜つけて地下水流ストレートトンネル発電という形ですね。まあこの辺りでいいんじゃないかなと思います。まあある程度下りますので、まああちらのところ満水にした時の水位が多分まああの辺りに来るんじゃないかなと思うんです。でまあこの辺りに門を設置すると、まあ上流はああいう風な形になってます。上の方まで行ってみたいと思います。次はですね、あちらの横から出てる水を利用したいので、まあ、あの辺りに、河川水門開式ダム発電、まあ、あちらのところ、さっきの水門の位置、満水にした時に、まあ、この辺りまでは水が来ると思います。ですので、あの辺りに水門を設置して、あの水が出てる手前ですね。で、まあ、地下水流ストレートトンネル発電、まあ、10メートルか20メートルぐらい、設置すると。まあ、こちらが岡本、八幡神社というところですね。まあ高さがこの高さなので、奥行きはもうあちらのすぐそこの砂防ダムまでのところまでしかありませんが、まあ次はあちらの砂防ダムのところに、まあ、もう少し奥の方のところで、小さな石ダムのようなものを設置したりとか、まあ、そういうふうな形がいいんじゃないでしょうか。ちょっともうこれから先上がっていけるところって言ったら、多分もうこの横の道ぐらいしかないと思うんで、ちょっとこの公園上がってみて、奥の方どうなってるのか撮影して、両サイドどれぐらいの高さまで、ダム作れそうかどうかというところですね。とりあえずこう山登っていこうとすると雨がそこそこ降ってきますね。まあ、右手の方か神社か何かで上上がっていけるみたいですけど、ちょっとこちらの方もう少し、あちら電線の鉄塔があるので、あれよりもまだ奥の方が良さそうですね。そう、
下がデコボコなので結構足の裏が痛いですね。これまだ結構道あるかもしれないですね。まああちら砂防ダウンみたいなものがありますね。向こう岸がちょっと見えないのが、高さどれぐらい出せそうなのか、それによっては、まあ、あの辺りに、あの鉄塔のふもとを越えたぐらいのところに、ミニシーダムみたいな形を、まあ今考えてるんですけども、そこから先がなだらかだったら、そこ、砂防ダムありますけども、奥の方まで。水が貯水できるはずですから、多分それが正解ですね。で、両サイドのあの木とか、蒲田発電機ですね。あの鉄塔のところぐらいのところの手前に、まあ、ミニ石井ダムですね。高さ15メートル。20メートルぐらい。まあ、だいぶ奥の方まで水たまると思います。以上でまあちょっとこの河川は今度下流の方行きますね。向こうの方右手に上がっていっても上上がれるかどうかちょっと分かりませんので。雨も激しいですので。今はまあ下ってる途中なんですけども、まあ、町の風景はこういうような形ですね。天神川と読むんですかね、まあ、あちらに、こちらですね、こちらにも記載されていますね。天井川かもしれませんし、天神川かもしれません。読み方ですね。ちょっとまあ、振り仮名がなかったら読み方についてはなかなか何とも言えないですね。人によって変わりますので。人の名前の方のことです。あちらが、阪急電車で、そこの橋はスルーで、もう少し下の方ですね、次の門を設置するのは、水を満水したときに、先ほどのところでは、地下水流ストレートトンネル発展の、 出口のところまで、使ってしまいますので、あと、河川の底を、まあ、先ほどまでのところもそうなんですけども、まあ、ひび割れたりするところ全部コンクリートで埋めなかったら水の量見ていただいたら分かる通り、河川の底から、横からこういうああいうふうにこう水が出てきたりしてるところは何箇所もあるんですけども、そこと向こうのところですね。で、他にも出てきてるところはあるんですけども、水の量がね、先ほどの上流のところと比べて変わってないと思うんですよね、ほとんど。2つの河川が合流しているところと比べると、だから多分ある程度のところで、水が抜けてますね。だから河川の底を全てしっかりとコンクリート化することによって、まあ雨の日であれば20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルのところ、まあ、両方回せますというような形になると思います。正直今のこの水量だったら20センチ ×20 センチでほぼというところですね。縦20センチで横幅8センチぐらいだったとしたとしても、多分それぐらいの水の量しかないですね。1メートルかける1メートルは、まあ、今の、雨の量ではというところですね。だからまあ水が抜けてるところさえなんとかしたら、まあ、良いと。まあ、こういう形ですね。で、まあ、だいぶ下ってきましたんで、次も設置する箇所は、この水道を小橋という、
まあこちらのあたりですね。でまあちょっと斜めに、地下水流ストレートトンネル発電を設置すると。まあ、この場所としては、そこの横までは多分水使って大丈夫だと思うんで、まあ、この辺の高さに合わせておいて、この段のあるその先のところに設置ですね。で、まあ、地下水流ストレートトンネル発電を、まあ、20メートルぐらい、引くと。次はもう多分一番下流のところだと思いますね。先ほど JR の高架をくぐって、下ってきたんですが、ずっとあのなだらかですので、まあ水門は一番下流のところですね。で多分阪神電車のところあたりが一番、まあ、最後の地点だと思われます。下流のところでという意味で、あちら大通りを渡って、河川の下流へ、来ています。あ、ちょっと今傘が飛んでいきそうになりましたので、ちょっともうちょっと下流まで行ってみたいと思います。途中で合流する河川があります。でまだ、なだらかな傾斜で、下っています。で、まあ、まだ阪神電車は見えてきてませんので、まあ、まだもう少し、先の方に、門を設置した方が、いいと、思われます。だから、まあ貯水量はかなりの量になると思いますね。なだらかですので、河川の底がやっぱりあのコンクリート化が、必要な箇所が多数に受けられます。で、あちらが、下を上流まで全てコンクリート化したら、まあ、水の量は多分、まあ、今日は雨の日なんですけども、朝から、そこそこ、雨降っています。午前中の間から、まあ、今はもう小降りなんですけども、まあ、水の量が倍ぐらいになるんじゃないかなというところですね。まあ、今のこの水の量だったら20センチかける20センチを、安定してこうずっと回すぐらいの程度しか水ありませんので、やっぱり水の量、合流してくる河川を見る限り水の量、水が抜けてますね。あちら阪神電車なんですけども、川の流れがこの辺りからだいぶ緩くなってきてますので、多分海がすぐ近くだからだと思います。あちら、阪神高速ですね。 奥にあるのが、その奥にあるのが湾岸線ですので、水門を設置するのは、ですね、今両サイドの高さを見てるんですけども、この辺りか、まあそれか降りていくところがあるあちらの奥のところに設置して、あちらからでしたら降りていって、タービンコイルの、メンテナンスとかしやすくなりますので、まあ、あの辺りに、門を設置して、でですね、まあ、地下水流ストレートトンネル発電を、まあ、だいたいこの辺りまで、敷くと、まあ、そういうふうな状況ですね。これが、こちらの、天井川もしくは天神川の、まあ、最終地点です。それでは、東の方へ移動して次の河川へ行きたいと思います。あちら阪神電車の深江駅です。でこちらは次の河川ですね。合流してる地点がありますので、あちらに、まあ、水門を設置して、まあ、手前の方を少しかさ上げするような形で、まあ、地下水流ストレートトンネル発電という方法も、ありかと思います。あと奥の方ですね、まあ、水が流れているところぐらいまでの高さに合わせておいて、
河川の底で地下水流ストレートトンネル発電を、まあ、左手の方の河川もそうなんですけど、高さをあの高さに合わせておいて、もう、そのあたりに設置すると、20センチ×20センチと1メートル×1メートルと、まあ、3メートル×3メートルで十分かと思います。まあ、ちょっと縦型で今勝手にスイッチが入ってしまったんですけども、まあ、老朽化している家屋なのかというところですよね。今まあ勝手にスイッチが入ったので何か原因あるかなと思ったんですが、先ほどあちらの方から撮影していたんですけども、右手の方の河川、上流の方まで、まあ水がだいぶ、溜まるかと思います。もう一つ合流していた左手の河川の方から、上流の方へ、上がっていってみたいと思います。まあ先ほどの河川なんですが真横に伸びてますね。であちらの先で、まあ、右手に曲がってるかどうかというところですね。まあ、だいぶ先のところまで行ってみたいと思います。琴田橋ですね。あちらの、 あの横に伸びてた河川のところを、沿うような形で、歩いてきています。まあ、こちらの河川の上流に向かって歩いていこうと思っています。まあ、先ほどの位置にも設置して、かなりあの平地が続いてますので、かなり上流のところまで、水が、貯水されると思います。まあ、先ほどの河川、まあ、このように、曲がってきていて、まあ、あちらの方へ、上流へと続いているという形ですね。まあ、JR の高架か阪急電車の高架のところの、まあ、線路沿いのところまで、行ってみたいと思います。河川の底がだいぶあのコンクリート化が必要そうですね。まあちらサイドから、そこそこの水が流れてきていますね。まあ、上流まで撮影してみたら、その下流まで流れてきてる上の水の量が減ってるというような形に、この河川もなってる可能性は非常に高いですね。まあ、もう少し上まで撮影したいと思います。こちらの河川が先ほど、サイドから出ていたところの上流の可能性がありますね。あちらが、JR の高架なんですけども、まあ、まあ、満水にしたときに水位がどれぐらいまで来てるかというところで考えたら、その下のあたりか、まだもう少し向こう、あの JR の高架の下のところぐらいまでだと思われます。まあ、少しぐらいは雨降ったときは水が流れてきてるみたいですね。だからまあ門を設置するとしたら、まあこの辺りか、それかもう少し上のあの JR の高架の下の辺りですね。ちょっと向こうの方に行くのに、どういう風に行くのか道探してみます。多分、水門次設置するところ、先ほど言ってた通り、JR の、高架の下あたりがいいですね。多分、右手の方から合流してきていた、まあ、少しだけ水が流れているところ、まあ、あちらのところまで、一番最初の1門目に水を、溜めたら来るような気がします。まあ、先ほど言ってた場所はこちらですね。まあ、この辺りの、設置、ちょっと待ってください。まあ、向こうの方まで行ってその地下水流ストレートトンネルを設置する距離が必要になってきますんで、もう少し上の方が良さそうですね。
ちょっとあの反対側に、あちらの歩道橋から回れそうなので回ってみます。先ほどの JR の先のところがこちらですね。まあ、こちらの方に門を設置して、20cm×20cm と、あとまあ横幅一応ありますんで、1m×1m も設置しておけばいいんじゃないかと思います。まあ、あちらの方もあの右手の方から合流してる、まあ、速攻があるみたいですね。まあ、あとはこちらの河川をどう上に辿っていくのかですね。ちょっと探してみます。こちらが先ほどの河川です。もう少し上流まで行ってみたいと思います。こちらの、河川は先ほどの河川に合流サイドからしていたところのものかもしれないですね。今日水車を撮影しましたけども、真ん中に、水を集めておいて、まあ、傾斜のあるところでこう水車というような形も作ってみてはいいんじゃないかなと思います。まあ、だいぶ上の方から水が流れてきてるんだと思います。あとはまあこちらは廃屋かと思われます。あちらはまあ阪神電車なんですが、まあ、こちらも廃屋かもしれませんね。先ほどの河川なんですけども、まあちらの方だと思います。阪神電車が通ってますので、高架下をくぐれるかどうかですね。あとまあこの辺りも廃屋かもしれないですね。こちらは通過しましたけども、こちら、段々になってますので、こちらも、真ん中に水が集まるような工夫をして、水車を設置するというような形に変えた方が、まあ、いいと思いますね。こちら左手の方は先ほどの、水車案ということで、右手の方に、移動していきたいと思います。先ほどあの高架をくぐって歩いてきたんですけども、こちらの方も廃屋だと思われますね。壁も完全に穴開いてますね。先ほどの、まあ、向こうの方からこう蛇行していた河川ですけども、まあ、その上流のところがこういったところで、まあ、ここから先はちょっとあの地面の底を通ってるみたいで、私の方でもちょっともう分からないという状況ですね。このまま横に移動していきたいと思います。まあ、途中のところまで水車を設置したらいいんじゃないかなと思います。雨の日ぐらいは、発電できるかと思います。ピンと合わせますね。先ほど撮影していたのがこちらの深駅の、河川なんですけども、ちょっと一旦下置きますね。そうしないと撮影できませんので、で、深駅こちらですね。でこう河川が左手の方にこう上に伸びてるのを先ほど河川撮影していて、最初の1問目でまっすぐ、川幅1メートルぐらいの、河川こちらの方の上流の方のところ、このまま横に移動しながら、見つけたいと思います。
もう一つの、河川の上流部に来ました。二つ目の門のところは JR のあたりのところが良いかと思われます。まあ、そのあたりに門を設置できそうなところがあったらなんですけども、でここから先ですね、あの山傾斜があってという形ですので、まあ、真ん中に水を集めて水車を設置するような形の方が良さそうですね。だんだんになってますので、まあ、雨降った後のその水量であれぐらいでしたから、そんなにこう、まあ、深い駅のところは発電力は、まあ、あんまり、まあ、期待できないという形になりますね。まあ、ほどほどの、まあ、ないよりかはあった方がいいと、まあ、そういうふうな状況ですね。まあ、この位置に関しては河川水門解析ダム発電を設置した方が、良さそうですね。高さでいうとこの辺りですね。そこから水を落としていって、まあ、クロスリーストレートトンネルは、まあ長さ10メートルぐらいです。撮影できてたかどうかわからないので、先ほどの河川が、そちらの方なんですけども、もう一回ちょっと撮影しておきますね。まあ、こういった形で、あの辺りがこう段になっていて、まあ、だいぶ傾斜登ってきましたね。10メートルほど、まあ、そこの下のところまでしか、まあ、水は来ないと思われますね。次、あちら高南女子大学があって、でまあ、こちらなんですけども、ここを、草や土砂を、撤去して、水門を設置して、まあ、あちらに向かって地下水流ストレートトンネルを、まあ、20cm×20cm と 1m×1m を用意しておくと、まあ、高さはここの高さにあって、まあ、水位があるわけですから、まあ、あちらのところまで、の上までは届かないで、その上のところなんですけども、右手にカーブがこう曲がってますけども、その横は高さあれだけあります。で、左手の方の手前の方のところはフェンスが見えてるところは高さはあまりありませんけども、奥のカーブのところでしたら高さが、これぐらいのところまで、高さが、取れそうですので、まあ、奥行きそこそこ水溜めれそうだと思います。で、手前に向かって、まあ、10メートルほどの地下水流ストレートトンネルですね。まあ、もう20センチ×20センチでいいと思います。1メートル×1メートルはもういらないと思います。まあ、とんでもない水の量とかあったら水門を開けてというような対処の仕方で十分だと思います。まあ、江南女子大学が山の方に見えますけども、まあ、すぐ周りが山なので、まあ、かまど発電を行っていただきたいなというところですね。こちらの方の河川はもうこれぐらいにして、東の方へ移動して次芦屋川の方に、行ってみたいと思います。阪急芦屋駅に来ました。こちらなんですけども、両サイドの岸壁工事、特にまあ右手の方とかがそうだと思うんですけども、かなりしっかりとされてますので、まあ、こちらの方に門を作って、まあ、最終的な下流の門は、阪神電車の近く、JR と阪神電車の間ぐらいのところになってくるかと思います。で、こちらから上流ですね、まあ、登っていってみたいと思います。今日のパターンですと、多分登っていき始めると雨が降るというパターンですね。雲も先ほどと比べるとやっぱりちょっと、まあ、特に山間部の方が雲行きがというところですね。雨が降りそうな、この雪で霧が出ていて、あとは河川の土砂のかき出しと、あと石ころがだいぶ流れ着いてますね。そういったもので、まあ、この位置からでしたら下流の方、石の、石門、石を、作るような形
でもいいでしょうし、まあ、上流の方で、まあ、石井ダムのようなものを、作るような形でもいいでしょうし、まあ、とにもかくにも上流へ行ってみたいと思います。これ上の方がかなり山の中の方まであるんですよ。あちら芦屋の有料道路の方に、つながっていて、その先抜けていくと有馬温泉のところに到着します。で、私の自宅の方というような形になるんですけども、だから距離はとんでもなくあります。だからまあ途中まで撮影するような形になるか、もしバスがあって一気に上流の方まで行けるんでしたらバス利用して上流のところまで行きたいなとは思います。阪急バス乗り場ですが、時刻が書いてないですね。時刻が書いてないのでちょっとわからないですね。芦屋の阪急の芦屋川駅のところですので、水位があの高さぐらいでした。まだまだ先の方ですね。まあ満水にすると、で右手のそちらの方の道から多分芦屋有料道路の方になると思うんですけども、そちらの方へ行くとちょっと河川の先のところが分かりづらいんで、ちょっとこちらの道を、歩いていきますね。河川が、2つ、つながるような形になってますね。で先ほどの水門の位置からすると、まあ、あちらのところぐらいまでだと思います。水位が来るところがですね。で、まあ、こちらの方はまあ、その辺りだとは思うんですけども、その奥のところだいぶ段差がありますので、まあ、水車でいいと思います。まあ、その上のところは河川水門開閉式ダム発電でいいと思います。で、そうですね、ちょっとまあどちらの道を行くべきか、ちょっとこちらの方から歩いてみます。音聞いてもらったら分かる通り雨降ってきています。で、まあ、この辺りに、河川水門開閉式ダム発電を設置した場合、まあ、あちらのところまで、まあ、貯水するという形になります。まあ、河川の底の土砂のかき出しだとか、まあ、コンクリート化はかなり必要ですね。まあ、区間は100メートルぐらいですけども、まあ、100メートルか100メートルちょっとぐらいですけども、まあ、水溜めたら水圧はそれなりにはありそうです。まあ、あちら一瞬頭の中でその水車でもいいんじゃないかなとかも思ったんですが、まあ河川水門開閉式ダム発電と水車、まあ、ちょっとどちらにするか今のところまだ、考慮中ですね。その先は、河川水門開閉式型か石井ダムのような形でいいんじゃないかと思います。まあ、あちらの方の道路行けるみたいなので、まあ、後でちょっと行ってみたいなと思います。まあ、向こうの方で橋がかかっていたらいいんですが、向こうの道へ行かなくてもこちらの方の道からでも、撮影途中までできますんで、撮影しに行きました。まあ、だんだんにこういうような形になっていると。で、まあ、ここに次の門を設置するという形ですね。一応この先行き止まりなんですけども、先の方がどうなっているのか撮影もしできたら、してみたいなと思います。まあ、行き止まりの地点まで来ました。まあ、こちらの方もだいぶ落差があるのかもしれないですね。まあ、先ほどの位置から、まあ、まあ、この辺りのところまでしか貯水ができなくて、まあ、石がだいぶ下の方に流れ着いていると。
で、この奥の方のところで、まあ、石井ダムのようなダムを設置して、まあ、あちらが住宅地で高さは結構あるんで、まあ、高さ50メートルぐらいの、ダムが作れるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと地形しっかりと見てみなきゃわからない部分はあるんですけども、まあ、その方向性で、考えていただけるとというところですね。あと合流していた河川の方の、上流の方に、行ってみたいと思います。やっぱり雨降ってきましたね、だいぶ。もう一つの、河川の上流のところですね、高さの滝と書かれていた標識があって、まあ、来てるんですが、まあ、滝になっているところがそうなんじゃないかなと思われます。流木は流れてこないように、あの鉄柱のようなものが、据えられてますね。砂防ダムと。まあ、工事車両が入れるかどうか、まあ、鉄柱を据えてるということは、昔工事車両とか入ってたんだとは思うんですけども、まあ、こういうような形ですね。で、この先で、まあ、ダム化ですね。ミニ石ダムのような形。三条第二砂防ダムと書かれていますね。高さが、標高は109メートルですね。で、ここから先で、まあ、ダム化できそうだったらすると。ちょっともうだいぶ息が上がってますね。これまあ、どこまで行くものかというところがありまして。どうしましょう。もうちょっとだけ先の方まで行ってみましょうか。で、こちらの方のあの、下の方で、ダム化して、もっと先の方でですね、で、貯水するっていうのも、まあ一つの手ですね。深さはだいぶありますので、まあだいぶ、大量の水を貯水はできると思います。だからそこの下は、まあ水車にしないで。まあ理由は、流木をせき止める、鉄柱が据えられているっていうことは流木が流れてくる可能性があるので、まあダム化しておいた方がいいんじゃないかと。まああの辺りたくさん流木がありますね。まあ、この道歩いていったらまだ多分たくさん枯れてる木とか流木倒木等がたくさんあるんだと思います。まあこの辺りの近隣の学校、まあ、運動部のある高校、大学の人たち、もしくは、係員をつけて、まあ、かまど発電用の薪を拾いに行くと、まあ、そういうふうな形になるかと思います。ちょっとある程度歩いてみますね。河川は今のところずっとなだらかですね。まあ、道はこうだいぶ上がっていって、河川の方も結構傾斜があるみたいですね。そこがあまり深くなってませんので、登ってきた分、河川の底も上昇しているような形で、まあ、河川水門外式ダム発電をもう少し手前の方のところで、まあ、高さ10メートルぐらいで設置しておくのがいいかもしれないですね。で、ここまで来ると、川幅がもうあんまりないんで、あんまりもうダム化云々という話でもなくなってきてるような気がします。この辺はちょっと土砂崩れとかが怖そうですよね。
河川水門解析ダム発電設置しても壊れましたとか、まあ、こういうところを置いていってこう倒木とか拾ったりとか、まあ、この道はもうどちらかというと蒲田発電の倒木を拾うよというような形でいいような気がします。ただ岩はたくさん転がっているんで、それを回収してその先のところにあの石井ダムのようなものを作るだとか、そういうのに活用してもらって、あとは河川の底をコンクリート化したら水の量がまあだいぶ変わる可能性もありますね。ちょっとあの息がもうだいぶ上がってますので、もう下流の方に移動します。もう一度撮影しておきますね。まあこの辺りに石井ダムのような、ダムを設置しておくと、でまあ奥行き高さを超えたちょっと先のところまで水が貯水できるように、でこっから先のところはまあもう一つの河川上流の方までちょっと一回登ってみますね。一回下まで降りて、下の方が、合流する河川、先ほどのところがあちらの、右手の方から上がっていけば、上流になるところなんですけども、まあ、あちらのところに、河川水門解析ダム発電を設置ですね。20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルでいいと思います。そこから先は多分段々になってると思いますので、まあ、水車のような形状が良いかと思います。まあ、真ん中に水が集まるような、工夫をしてですね。というわけで、ここから先は、まあ、歩いて、芦屋川駅まで下山して、そこから先の下流の、第1門目の門をどこに設置するのか、まあ、それを撮影したいと思います。あちらが先ほどの地点の下流のところですね。まあ、真ん中に水を集めて、まあ、水車の設置、こういった形で、まあ、合流するところまで、設置すると、まあ、そういうふうな、形ですね。あちら側は、少し下流の方に来たんですけども、まあ、この辺りをどうするかですね。この間だけ、水車設置して、で下の方に、水門を、設置すると、まあ、そういう風な形の方がいいかもしれないですね。もしそこに河川水門解析ダムを作ったとして、まあ、水が上流どのぐらいの位置まで行くかにもよるかと思います。多分芦屋川駅、阪急芦屋川駅の地下水流ストレートトンネル発電、ある程度まあ傾斜が出て、まあ100メートルなりの距離を出してという形になると思いますんで、まあそこはもう多分水車の方がいいと思いますね。この辺りもそうなんですけども、河川の底からだいぶ水が、芦屋川の辺りのところから抜けてますね。その上流とかもそうなんでしょうけども、この辺りもあの辺りも砂の部分がだいぶあります。で、あと石で石垣を河川の底に組んでますけども、あちらの隙間からも多分地面の底に抜けたりとかしてると思います。それがまあ実質的な状態だと思います。あとは河川の土砂のかき出しですね。草で組みます。あちら阪神電車で、だいぶ下流の方に来ました。まあこの辺りが、最終的な門の、設置地点ですね。周り横の、堤防の高さに合わせて、まあ、貯水量も変わってきますので、まあ、ここはもう最終地点でいいと思います。あとは南に向かって、地下水流ストレートトンネル発電ということで、まあ、基本的に中央の方に20センチ ×20 センチ、1メートル、×1 メートル、あとは3メートル ×3 メートルと、あとは5メートル ×5 メートルも、まあ、設置した方がいいかもしれないです。まあ、両隣に3メートル ×3 メートルを設置するような形でもいいかもしれませんけども、まあ、
阪神電車はもうここまで来てますので、この辺りがまあ限界地点ですね。これでまあ一旦今回、芦屋川までの河川の撮影を終了したいと思います。本日河川の撮影に行った時の距離 33.5km です。5月23日2024年です。